なんとも言えないですけど、はい、実際今もう本当に暑くて、まあ早くっていうか、札幌がものすごく過ごしやすい、なんですかね、気温なので、まあだからちょっとそこの部分で久々に苦労してるというか、本当暑いなと思って今家でも思います。ここ数日蒸し暑いからね、かなり暑いですね。暑さ対策とかはどんな、なんか特別なことやってるんですか？なるべく水分取るようにするぐらいしかできないのかなと思いますし、あんまりクーラーとかつけないように寝なきゃいけないとは思ってるんですけど、どうしても我慢できないとこはつけてしまうので、まあそこは我慢しながらっていうふうに思ってやってます。そうですよね、はい、ここから体調管理大切になりますからね。さてね、小さい頃はこちらでお過ごしになってたということですけども、はい、となるとドラゴンズの試合ももちろん、僕はもう根っから名古屋球場ですね。あ、名古屋球場は、はい、名古屋球場の時からずっと小さい頃ドラゴンズの応援は来てました。ああ、そうなんですね、はい、嬉しいですよね皆さんね、そんな選手が帰ってきてくれたっていう。どんな形で応援してたんですか？まあ今じゃ考えられないですけど、もう自宅で広告とか新聞を切って、紙吹雪を作って持っていくっていうのが、まあ自分の父親との恒例で一緒に作って、よく名古屋球場に行ったなっていうのを覚えてますけど。あれ切ってたんですか？あれ多分自分で持ってったと思うんで、僕はその記憶があるの で一生懸命自分小さいながら切って持ってったっていう記憶はありますけど。はあ、あれね、今でこそねやっちゃいけないんですよねきっとね。なんか昔やってたって方どれぐらいいらっしゃいます？あ、いらっしゃるいらっしゃる、はあ、よかったですね。なんか分かち合えて嬉しいですよね。大野選手もやってたんですよあれ。結構じゃあバーって投げてたんですよ。そうですね、なんかもうみんな投げてたんで、ああ投げていいんだって子供ながら、はいはい、その掃除する人のことも考えないでどんどん投げてました。やってましたよ、はい、珍しいですよ、ドアラさんがやめてくださいってね。珍しい形だ、これは NG ですね、はい、当時ですからね。あ、やってらしたんだ。他にもなんかいろんな名古屋球場ならではの文化ってあったじゃないですか。文化、飲み物で昔そのペットボトルじゃなくて紙パック の蓋するところにこういうなんか止めるやつがあったんですけど、それを昔帽子にこうやって貼ってつけてかぶってたなっていう記憶はありますけど。あれやってたんですか？やってました。あれやってた方結構いる、ほらやってたんだ。まあ根っからのもドラゴンズファンだったんで嬉しいですよね、はい、いやもう帽子が全部こうなくなるまでですか？埋まるまでです。あれ埋まるまでつけると結構重たくなってくるんじゃないですか？そうなんですけど、うん、まあそれがなんかちっちゃいながらかっこいいと思ってたっす。はあ、そうなんだ。香りがしますけどもね。